日頃マセマの参考書問題集をご愛読いただきありがとうございます。これから読者の皆様からのお便りをご紹介いたします。国立統計キャンパスゼミ等を購入された社会人山口県の NN さんからのお便りです。勉強不足を解消するため定年後再び手にしました。非常にわかりやすく説明してあるので良書と感じています。我々学生時代にこのような参考書があればもう少し深く理解でき自分の専門分野に活用できたのではと今になって思っています。特にパソコンの活用に不可欠で基礎理論が求められる。昔は偉大な先生が書いた本しかなく基礎知識が不十分な人には理解困難な場合が多かった。ご購入ありがとうございます。ご利用していただいた本以外にも参考書、演習書等もお役に立てると思いますのでぜひご購入してみてください。元気が出る数学 1A を購入された高校生東京都の KN さんからのお便りです。これで数 1A が得意になることを信じ頑張ります。まだ軽く読んだだけですが分かりやすいのは確かであります。ご購入ありがとうございます。元気が出る数学 1A をご購入された方は元気に伸びる数学問題集シリーズを購入していただきますとスムーズに勉強できると思います。大学基礎物理熱力学キャンパスゼミを購入された社会人神奈川県の MS さんからのお便りです。難しいところを突破できる巧みな解説が施されているのが他の参考書より群を抜いていい。よって立ち止まることなく最後まで読み進められ筆者の工夫が功を奏している。小生のような在学時代に理解できていないものにとって手に取りやすい上ページ数と価格も手頃。ご購入ありがとうございます。大学基礎物理熱力学キャンパスゼミをご購入された方は熱力学キャンパスゼミを購入していただきますとスムーズに勉強できると思います。力学キャンパスゼミ、電磁気学キャンパスゼミ、熱力学キャンパスゼミ、解析力学キャンパスゼミ、量子力学キャンパスゼミ、演習力学キャンパスゼミ、演習電磁気学キャンパスゼミ、演習熱力学キャンパスゼミ、振動波動キャンパスゼミを購入された社会人京都府の MM さんからのお便りです。物理学については初心者なのですが放送大学で物理を3科目取ったので参考書として買いました。わかりやすいので助かっています。ご購入ありがとうございます。熱力学キャンパスゼミと解析力学キャンパスゼミをご購入された方は統計力学キャンパスゼミを購入していただきますとスムーズに勉強できると思います。はじめから始める数学3パート1を購入された高校生千葉県の SS さんからのお便りです。驚くほどわかりやすかったです。まだ使い始めですが相棒にしていきます。これを使うと自信がつきそうです。ご購入ありがとうございます。はじめから始める数学3パート1をご購入された方は元気が出る数学シリーズまたははじめから解ける数学問題集シリーズを購入していただきますとスムーズに勉強できると思います。